津島神社から見た、獅子島志島は、瀬戸内海に浮かぶ四枠諸島の島、香川県三豊市に属する。三豊市成立前は、三豊郡拓馬町に属していた。拓馬港の北方およそ 6km の沖合に浮かぶ、周囲 3.8km、面積0.74平方 km の有人島。島内最高峰は、標高 109m の横の辻。北に島。 西にスクリューのような形をした淡島が位置する。島を第1区から第4区までを4つに分けて呼ぶことがある。第1区イコール北西部、北部、第2区イコール東部、第3区イコール南東部、第4区イコール南部、南西部地名の由来はいくつかの説があり、神宮皇后が当地で、戸塚県の神事を祀った古事にちなみ、神事が詰まって、志に転じたとする説や、 たくま荘の四に至りによるという説、鹿が多く生息していたことにちなんだという説などが知られている。獅子島は、昔、七人の者が来て島を開いた。長祖壁元下がさぬきに進行時、天霧と上主、香川貞影の残党がこの島に逃げてきた。江戸時代は、丸亀藩に、志の食い物は、茶が湯の禅に、イギス豆腐に貝なましと記している。 開拓時期は定かではないが、両母性の習慣が残されているなど、少なくとも中世以前までには、集落が形成されていたと考えられる。江戸期には、丸亀繁華の美の群拓魔に属し、幕末期に、藩主、京国秋光の手によって編纂された、生産不死によると、人口673人、畑17兆発端余りとなっている。大麦や小麦の栽培が、 産業の中心であったという。また、同時に、漁業の島としても栄え、完成十一年には、島内で採れたナマコ百二十斤を中国へ輸出した、記録も残っている。江戸時代の終わり頃から、金のなる島と言われ、縛り網で活況を呈した。島周辺でタイやサワラの産卵に適した魚場、アマモが密生。二0 1年九月十五日、北の正一近代に入り、 明治23年に、香川県内で、町村制が施行されると、隣の阿波島とともに、水戸与群阿波島村に属することとなった。なお、同年には、獅子島人上小学校が開校されている。翌明治24年の人口は877人で、あり、その後も、明治、大正期を通して、 人口1000人前後の農業業の島として栄えるが、戦後高度経済成長期には産業構造の変化により過疎化が進んだ。特に昭和50年の小学校並行は離島の流れに白車をかけ、水戸吉成立後の平成21年3月現在では26世帯32人が暮らすのみとなっている。また、花の島と呼ばれるほど最盛期には100件以上の農家が 仏花けとして使われる小菊、ストックマーガレット金銭花を育てる、花企業で有名な頃があったものの、すべて廃業している。透明は、戸塚県を治めた新鳥島、また、京都の芝領島また、西行奉仕が暗ギャの途中でこの島を見て、獅子に似たる島として獅子島と名付けた経緯がある。島内に、国道、県道はない。淡島汽船が津田港淡島港から上、 日田漁港本村漁港マイナス宮の上都間で高速船を運航している。大阪や東京都、県外からの移住者も増えてきている。郷土料理として、おひら、なます、茶がゆ等が有名。獅子島のオークス説明板島の北部にオークスがあり、昭和45年4月に県天然記念物に指定された。根本周り12メートル、高さ22.5メートル。 枝りは東25メートル、西20メートル、南17.5メートル、北26メートル。全通寺市の古木研究家、牛田哲夫氏の推定では、樹齢1200年と言われている。ありがとうございます。